皆様にはこのステージは大変お顔なじみの歌手さんでもあるかと思います。石田真紀子の登場です。全日本音楽著作家協会13回心の歌作品二人の愛さんがを受賞されて、ラジオとかイベントなどで頑張っていらっしゃる歌い手さん、そしてこの歌謡祭には、大変多くご出演をいただいています。そしてファンの方も素晴らしい巻き込むしに寄っていらっしゃるようでございます。それでは石田真紀子のステージ1曲目二人の命お願いいたします。
言いますか、私が言いましょうか。はい、お願いします。石田真紀子の歌声をもう一曲お聴きいただきたいと思います。人と人とは出会いが大事、そしてその出会いを大切に皆さんと一緒に生きていこうじゃないか、こんな内容でございます。2曲目は一期一会、石田真紀子さんお願いいたします。聴いてください。ステージご覧いただきました。どうもありがとうございました。